はい、こんにちは。本気のパソコン塾の三浦です。今日はですね、なぜフォトショップを身につけるべきなのかということで、自分はスクールの生徒さんとかに、何かパソコンスキルを身につけるなら、フォトショップが一番おすすめですよって言ってるんですけども、今回はそれがなぜなのかというのを紹介していきたいと思います。で、例えば、これからスキルを身につけてスキルアップしてみたいという方ですね。例えば再就職とか転職をしたいと考えてたり、育児休暇とかから戻った時に、活かせるようなスキルをもう早くから身につけてみたい方であったり、あとは在宅で副業で、何かできる仕事がないかなと探している方であったり、あとは、仕事ですね、ウェブ系の仕事をこれから求められそうとか、会社で必要とされていてそのポストに進みたいなと思っている方は、間違いなくフォトショップを身につけるのが一番いいんじゃないかなと僕は思っております。で、フォトショップってそもそも何というものなんですけども、こんな感じになってまして、名前は聞いたことがあるんじゃないかなと思います。ウェブじゃないですね、画像の編集ソフトになってまして、月額980円かかってしまうんですけども、もうバナー作成とか、サイト作成とかのデザイン周りをすべてこれ一つでこなすことができます。この月額金額が高いか安いかというのは人それぞれなのかなと思うんですけども、仕事にもすごい活かせますし、あとはその副業でこの月額980円ぐらい即回収ができるので、使えるということなどなどを考えると、全然、今から、身につけて、べき価値のある、ソフトなんじゃないかなと思っております。で、さらに具体的に身につけた方がどう変わるのかというと、まずですね、こういったバナー作成というのが、簡単に作れます。で、あともちろんウェブサイトのデザインですね。で、例えば、オンラインストアとかネットショップとかの会社で働いている方、もしくはご自身でされている方であれば、商品の画像編集であったり、切り抜き、白抜きっていうのが簡単にできます。あとは仕事以外にもプライベートでもすごい使いまして、バンドとか音楽系のことをやってらっしゃる方である、例えばポスターとかですね、かっこいいポスターを作ることができたり、あとはポストカードとかですね、誰かに、綺麗なポストカードを作ってプレゼントしたいときに、オリジナルのものを作ることができます。で、こういったバナーとかウェブサイトとかのデザインでさえも発注すると、外注するともう数万円から数十万円とかかってしまう。他にもその写真加工であっても一件数千円とかかかりますし、ポスターの作成とかも一件多分数万円かかってくるんじゃないかなと思います。これを自分で作ることができますし、自分で作ることができるようになって、さらにそれを将来的に自分の仕事でもどんどん活かしていくことができますので、ぜひ身につける価値があるスキルになっています。で、この、YouTube チャンネルでもよく言ってるんですけども、やはり今後はその人にしかできないスキルを身につけていった方がいいんじゃないかなと思ってまして、フォトショップのスキルは、すごい、社会的にも必要とされてまして、いまだに自分がいろいろコンサルする会社とかでも、フォトショップができる人が必要なんだよね、足りないんだよねって言って、時給1200円1400円とかもっと高い金額を出してでも集めたいという会社もたくさんいらっしゃいますし、やはり自分の武器になるスキルになるんじゃないかなと思いますので、ぜひよければ身につけてみてください。このチャンネルで今後身につけ方とかも紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。今回の動画も良ければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。